皆さんこんにちは、ワジョーチャンネルの歌です。しいたけチャンネル登録お願いします。はい、今回は私たちの懐かしくて子守歌のような歌タララン、ロンリーガールを聴いていきます。イエーイ。そうね、めちゃくちゃなんか公園とかに、そう、公園に、公園から帰って車とかずーっと流れてて、パパがなんか、みたいな感じで、パパもこれ、ね、お願いちょっとマジであんた入りすぎるって。で、この曲は、もともとレゲエなんですよって、もともとパパがレゲエ好きだったので、そこでヒップホップがたどり着いたみたいな。今の私たちにたどり着いたけど。で、レゲエが好きで、パパがそのレゲエの中でも、ロンリーガールっていう歌がめちゃくちゃ大好きでね。で、それで、いつもユフたちに、聞かせてくれてた、聞かせてたというか、パパが好きだから車で流してたんです。でね、それで私たちはいつも、ふぅ、ふぅ、眠い、ふぅって言って寝てたんです。そう。そう。そう。その曲は今日は聴いていきます。せーの、行こうぜ、変じゃん3、2、1、レッツゴShe's a lonely, yeah. She's a lonely, she's a lonely.
懐かしいの極み。やばい、めちゃくちゃ好きすぎる。もう懐かしい。てかさ、思ったっちけどさ、うちらこれ何年前に聞いた、うん、いや、何年前に聞いたじゃない、さ、ずっと聞いてなかったのに、よく歌唱覚えとったくない、うん、ずっと聞いてなかったという。え、もうさ、もうなんか頭の大きな引き出しに入れられてる。いや、入れてどういうこと。そう、だからなんかね、歌ねさ、めちゃくちゃ思い出した。めちゃくちゃ楽しかった、ね、歌、この曲聴いたらね、なんか知らんけど頭の中にマックをみんなで持って車の中に乗って、深夜なんか10時半ぐらいの時にみんなで、それが高速道路で食べてる感じ。あー、わかる。そう、思う、すごくない？なんか深夜、夜の時どんな感じ。違って、なんかね、なんかおばあちゃん深夜ってわけじゃないのよ。10時半ぐらい、うん、ね、みんなで日の出を見に行こうみたいな。日の出じゃないよ、なんか暇やし、なんか休みの日やし、何もすることないねみたいな感じ で、ね、でマックを食べて高速道路歩いとったよね。歩いてはないわ。走っとったかな。私、高速道路というかね、なんか地面にある高速道路と、なんかあの、あそこ思い出す、あのホタルがあるところあるよ。あ、そこでマックを持って行って、終わりも始めもこの曲を聴く。あーね、わからん、ごめんなさいね、勝手に、はい、勝手に。今日はシーザロンリーガーを聴いてみました。もうね、めちゃくちゃ言いすぎて、ママとパパのラブラブ。そうそう、もう私がやっぱり思うのは、なんかパパがママに注げて、ママが口とがらせたなんて可愛いんだ、心が揺れました。せーの、心が揺れました。で、そんな感じになってるのかなみたいな。パパがママに怒っているのかなって。パパとママ、ね、ラブラブやん。まだラブラブしてイチャイチャしてるぜ。そう、ママ、もうママ愛してるとは言ってよ、パパ。ね、違う、ママが洗濯物しとったりしとったら、うん、パパがご飯食べるときにいきなり、あーちゃんって言った、ママに、うん、あーちゃん、愛してるって言うと、そう、で、言ったら、あ、ママが来て、私も愛してるよって言って、ぎゅーってしてから、そう、そう、なんかめちゃくちゃママ恥ずかしかった。終わって、はい、今日はラリーガールを聴いてみて、もうめちゃくちゃいい曲なので、皆さんぜひそう聴いてみてください。そうそう、そうね、言いすぎるよね。ヒップホップね、ヒップ、これヒップホップ、レゲエ、レゲエ、そう、レゲエなんですけど、みんなもなんかドライブと、なんかノリノリじゃないけど、ちょっと落ち着いた曲聴きたいなとか、ちょっとティー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 みたいなね、ティー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 って言う。どうした、どうした。そう、なんかクラブのドライブとかにいいと思うので、皆さんもぜひ聴いてみてください。せーの、最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。バイバイ、また見てね。心が揺れました。会えないのは今日だけだ。